Jonas! Drop! Taku! Jonas! ハーモニカを鳴らさない対決よ。今日はね、プロレスラーですから、はいはい、お互いこれ加え合ってトップでもいいし、ドロップキックでもいいし、ムーンサルトプレスでもいいです。どれだけね、お互いに大きい音を鳴らせるか、はい、鳴らす回数や音の大きさ全部加味して視聴者に見たいと思います、はい、最小限に抑えればいいという、ね、最小、そうそうそう、奏でさせればいい、奏でさせればいいということですね。で、制限時間は3分というわけで、もう鳴ってる、呼吸で鳴っちゃうね。まあいいでしょう。いきます。よい、パス。1分経てよ。ほら、こうやって、ほら、ほら、よだれやばい。ラスト30、ラスト30。終了。なるね。なるね。意外となるね。なっちゃうね。はい、というわけでね、それで後半ね、ドロップさんのターンということになります。準備はいいですか？はい、というわけでドロップさんのターンやっていただきます。よい、スタート。反則だろ今の。おい、反則だろ。レフリー加えてるだろ。すごい加えるの苦手そうなんだよね、さっきからも。来いよ、来いよ、来いよ。ラストダンス。やべやべ、俺倒れてます。来いよと。呼吸困難に、呼吸困難に。息切れが。鼻詰まってる。なんか違う、攻撃とかじゃなくてさ、なんかもう常にさ、なんか呼吸できない。なんかもう口が終了ーって最後最後気持ち悪すぎる。勝者デンデク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 ベンドロップ。うわー、干渉でしょうね今。干渉っていうかもう呼吸してたもんね、口で。鼻出ちゃってた。鼻詰まってんのかな。花粉か。次週は俺がいるよ。本当ですか。うん、いつかやることがあればな。というわけで、ノータップスの、どちらがハーモニカ吹かせられるか選手権は、ドロップの勝ちということになりました。ありがとうございます。あとね、ノータップスにこんな企画やってほしいなんてねありましたらね、受け付けてますんで、ね、はい。鼻詰まってる。